海からの帰還アーサー・ヒューズは、イギリスの画家、イラストレーター。その作風は、ラファエル・ゼンパを連想させるが、ラファエル・ゼンパのメンバーではない。ヒューズは、ロンドンで生まれた。最もよく知られる彼の作品は、4月の恋や、長い婚約期間といった作品で、両方とも問題を抱えた恋人たちが、愛や美といったものの儚さを見つめる様を描いている。 これらの作品は、ジョン・イバレット・ミレーが恋人たちを描いた初期の作品を模倣しているが、しかし、自然の再生力に比べ、若々しさを保つ面での人間の無力さを悲哀を持って描く点がより強調されている。ミレーのように、ヒューズはオフィーリアやジョン・キーツの詩座、イブ・オブ・ストリート、アグネスの挿絵も描いている。ヒューズは、作家のジョージ・マクドナルドと交流があり、 マクドナルドの作品の挿絵も手掛けている。また、ノーマン・マクロードの雑誌グッド・ワーズのための挿絵も多く手掛けた。ヒューズはロンドンのキューグリーンで亡くなった。生涯で700ほどの絵画と750ほどの挿絵を描いた。ありがとうございます。